今もまだ悩んでますか。ハロー、僕は相変わらず毎日をなんとなく過ごしています。君の好きな洋服を着て、君の好きなカバンを下げて、君の好きな音楽聴いて歩いてけばいいよ。嫌いなこと一つ探すより好きなことを100個見つけよう。君が暮らすその街のどこかで柔らかな風に包まれながら、さよならの数を数えたよ。届かない空に手を伸ばしたら、春の日差しの中で綺麗な花が咲いた。電車が走る。